本動画をご覧の皆さん、お越しいただきありがとうございます。小流祭です。本日は、邪神ちゃんドロップキック、オンラインナッツフェス、サバートニックを拝見していきたいと思います。よろしくお願いします。で、まだ開演時間、会場か、会場時間もまだなんで、今のうちにね、お話ししておきますと、まあ、今回のは、いつものリアクション動画とかと違って、ただ、その、まあ、長丁場ってこともありますし、あと、まあ、この朝なんで、いろいろと空調とかね、 音響的にも普段のとは全然違うのと、あと、まあそのアニメに対するリアクションとかではないんで、まあコメントもごく少ないでしょうし、あと、まだどんなシステムで返されてどう進行していくのか、開幕検討もついてない状態なんで、まあどうなるか全然分かりませんと。なんで、まあほとんどお話しすることもないでしょうし、音響的にはこんな感じですし、あとまあいろいろとね、長丁場なんで雑音とか、 多いと思いいままますすけけど、ど、ま、あそんな感じで普段のととは全然違いますけれどともかくめったにない機会なんでこれを逃すともうね次こういうことをいつあるか分かりませんから記録のためだけに撮ってはいますがどんな感じになるかは全然分かりませんということで内容に関しては本当に完全に手探り前の状態でございますということでもう少ししたら会場時間になりますんでその時にまた収録を再開したいと思います一旦ここまで時間的には間もなくですね 厳密に14時半ぴったりに会場になるか分かりませんけど、半になったら更新してみます。お行いけましたね。視聴するに変わったわ。さて、まだ開演前ですけど、はい。配信情報ね、ありますね。ふんふん、ふんふんふん、ふん。そう、あのね、司会なんですけどね、柳瀬さんなんですよね。私、まあ、このフランチャイズに関しては、よく、夏目光次郎さんのね、 お名前はよく言及させていただいて、そのためにありがとうございますと、いつもお疲れ様ですと申し上げてるんですけど、まあね、とある全然別のプロジェクト絡みでね、いろいろありましたんで、なんですけどね、柳瀬さんも、まあ、完全に見てるだけの側の人間からの感想というか、印象なんですけど、まあ、ほとんど夏目幸次郎さんと二人三脚でやられてんじゃないかなっていう感じなんで、そう、お名前を拝見するんですけどね。めったに 柳瀬さんのお名前には触れることなかったんで、改めて申し上げておきます。あとね、原夏子さんね、そうっすか、あの人っすか。ま、ああの、大丈夫かなっていうのは、原夏子さんは大丈夫に決まってるんですけど、あっちの人ね、ちょっと怖いですからね。あ、もうチャットの方始まってんですね。待機中と。ね、<laughs> 待機中。そっちの待機じゃないんだなっていうね、方の待機が出ましたね。待機中と。そう、あと、ちょっとね、私怖いのは、回線大丈夫かなっていうね、私の方の、 脆弱なんですよね。特に、あれじゃないですか。土曜日不安定なんですよね。なんでちょっと怖いんですけど。まあ、なるべく早く切れたらね、気づいて復活できるようにしたいと思います。これ一気のオープニングっすね。今、インストゥルメンタルで流れてるのは。多分、ですけど、まあ、開演直前までは、このまま特に何もないと思いますんで、またその直前ぐらいになったら再開しようと思います。また、一旦ここまででございますね。 そう、あとね、あのー、さっきツイートで、あれね、その T シャツ付きチケットが、いくらだっけ <laughs> いくらだっけってお前、<laughs> 自分で買ったんじゃないのっていう感じなんですけど、7000円ぐらいしたっけ ?7000 円しないぐらいしたっけ押せましたけど、まあ7000円ぐらいですよ。T シャツだけで6、7000円取ることありますけどね、それにしてもね、チケットについてくる T シャツ缶バッジ、あと、あのね、加工紙のリストバンドと、あと、 ジャシントニックのレシピとかね、豪華ですよね。っていうのがあったんですけど、まあそれさっき Twitter ではその頂い,いたグッズね、あげたんですけど、あと私はジャシンブレードも持ってますし、あとジャシンちゃん関係だと色々とグッズ方面でね、手伸ばしてますけど、ここにね、ここに今 Twitter の方ではね、サバートニックでもうすでにつぶやかれてる方がちらほらいらっしゃるんですけど、その、ジャ、邪神ジャシントニックね、 あれ、せっかくレシピあるんで、久々だなと。あれ、拝見したら、要は、ジントニックのアレンジ版みたいな感じだったんで、久々に、じゃあ、ジントトニックウォーター買ってと思ったら、知らないですけど、なんでと思うんですけど、近くのスーパーとか売ってそうなところを見たんですけど、トニックウォーターど、なんでトニックウォーターどこに持ってないんですよね。えと思って。もうその時点で嫌な予感したんですけど、アメリカンチェリーも売ってないですし、レモンはね、 あの、まだ全然売れてないやつ、ギリあれだけなんとかありますけど、みたいな感じで、それだけあって、言うね、ことで、残念ですけど、あんなもん余裕書と思ってたら、意外と揃わないもんですね。油断しましたね。なんで、まあ残念ながらですけど、トニックの方は断念することにして、まあ代わりには全然なんないですけど、単に自分の好きなものなんで、あの、最近すごくね、私昔から好きなんですけどね、炭酸水ね。炭酸水の中でも、本当にもう炭酸っていうこと以外何の共通ってもない。 炭酸水のの好ききな銘柄のやつ買ってきましたうーん、開業ボタンで入力なんだ、チャットは。もうなんか、あの、改めて説明見て今、あ、そっかと、さっき自然にね、もう、ただ単に、何の癖か、チャットの時の癖で、普通に入力してエンター、ポーンを押してましたけどね。なんかその辺も、システムのこととかもね、まあ、全員が初めてですからね、いろいろと、試行錯誤されたり、不具合かなみたいな会話ありますね。お、音上がったもしかして。そう、忘れてますけどね、あの、 いつもの収録の時の癖で、だいぶヘッドフォンアウトを大きくして、モニターできるように、というかしやすいようにしてあるんで、途中で下げるかもしれないですね。まあこれは、あの、収録、録音内容には全然関係ないですけどね。自分の声がバックしてこないと、途中で異常があったりした時とか、わかんなくなるんで上げてるんですけど、まあどのぐらいにするかね、わかんないですね。最初の方のチャットでね、音小さいってあったんで、まあそうなのかもしれないです。これ今だいぶ私上げてますからね。ただ、これ、 まあ、あげようと思えばですけど、とんでもなく上がるんで、相当小さい音、相当小さい、うん。こういう配信系コンテンツの中でも、低い方の音量でも、全然多分大丈夫と思います。多分これあれかな反応を見て、フィードバックでどのぐらいの音量にするか、今、調整中って感じですかね。わかんないですけど。あと、これもね、今更ですけど、そのチャットに入力すると、勝手に名前も、アカウントに結び付けてあるやつが表示されるんですね。 あの、たまにありますけどね、最初に名前を入れてからチャット返しないといけないやつとか、なんなら一言ごとに名前入れるやつも一回見たことありますけど、この辺はね、ねよくできたシステムになってますね。ソニーさん系らしいですね。ソニーピクチャーさんでしたっけだったかならしいんですよね。だから普通に、その、邪教ネームとしてこれで掲載されますっていうやつを交流祭にしといたんで、へ、えーそうなんだっていう。 自動でもうアカウントに結びついてるやつで書かれると。へー。なるほどね。すごくしっかりしてる。あと今待機中なんで、で、右目のメニューでね、その、これは多分だけど、ナイトモードと日中モードに切り替えられるとか、いろいろおしゃれてて、チャットで。で、グッズっていうのがあって、そうだ、グッズあったなぁと思って今は眺めたんですけど、それ見てて、あ、そうだ、ライブコンサートだからなぁって、 久々なんですよね。本当にそういうの拝見するの。これまでのライブは全部現地に行ってましたんで、まあオンラインでコンサートっていうのは初めてなんですけど、まあそういうライブコンサート自体が超久々。最後にね、行ったの、ミルキーの最後のライブですもんね。なんでね、それ自体久々なんですけど、その時の感覚、どんな感じで蘇ってくるかな。あ、音量の項あるわ。音量の心配割とされてる方多いですね。急にドンと来る。 上からドンと来るみたいな。一応音量のこうあるんで、これで多分調整されることになるんでしょう。あと画質。はい。なんかこれね、YouTube と同様の標準機能みたいに、シアターモードとか、画質の選択とか追加されてますね。追加されて、最初からあったかもしれないですけど、<laughs> 今気づいただけでしょうけどね。そう、セトリどうなるかなんですよ。<laughs> その話をしようと思ったんですけどね、セトリどうなりますかね。ちなみに、デスティニーノイジーさんの、このお二人の、 この大変豪華でおかえらしいお二人の曲は2曲とも買わせていただきました。けど、フォーリンポップの皆さんのは今回初弾きになるということなんでしょう。あれサバートニック T シャツもう売り切れちゃってんじゃん。これね、シャツ単体でも4400円なんですよ。だから、本当に今回出たチケットの一番安いやつが2000ちょっとでしたよね。なんで、本当に T シャツプラス純チケット代だけの 上乗せで販売されてるんだなーっていう、ね、まあオンラインだからそら現地に人間がわんさか集まって会場を物理的に確保してさばいてそのための人員も配備してよりは費用かかんないのかもしんないですけどそれにしたってね普通チケットなんてチケット入場するためのチケットだけでも78000とか下手すと9000ぐらいなんですけどねうん鼓膜にドロップキックくらいそうですねっていうね <laughs> なるほどそうなんすよ 久々なんですよ。で、あと、チケットで言うと <laughs>、出ましたね。これ、前にもね、あの、邪神ちゃん、ジョップキックダッシュ、アニメの方のね、リフレクション動画とかで触れたと思いますけど、やっぱり ATM 席ってあるんだっていうね、それが5万円だったんですよ。はぁー <laughs> っていうね。<laughs> まあ、でもね、誰か買うんでしょうね。だって、イベントの時のすぐ売り切れたんだから。と思ってたら、本当にすぐ売り切れて、しかも、売り切れとかあんのと思って、その時びっくりしたんですけど、20名だったらしいですね。 応募はそしたら、募集枠か。応募できる枠は20名だったんですけど、それが100名来て <laughs>、5万円の ATM 席を抽選することになるっていうね。あと10分ぐらいですかね。うーん。いやー、でもね、その、外出できないというか、外出基本ダメ用の時期が訪れるとはね、そんな時期なんて来るなんて思ってなかったですけど、来たら来たですぐこうやって対応して、 オンラインに切り替えられるってね。まあ、これもどっかで申し上げたかもしんないですけど。ほんとフットワーク軽いですよね。で、ありがたい。で、これも前にもどっかで申し上げたと思いますけど、コミケなくなりましたからね。あっちはオンラインでやったりしないんですかでそうすると、あれか、電子作品ばっかりになって。ま、あでも電子作品だけでもね、救っていけたら、ないんですからね。ま、あなんですけどね、そういうことで、いろんなものがいけなくなった人は、やっぱこういうオンラインのものとか、楽しみたいでしょうからね、せめて。そういう意味でも、ま、あこのフットワークの軽さ。 受け皿がさっとみんなが動いていった方に移動できるっていうのはね。まあこの辺もね、夏目さん、柳瀬さんのお力なんでしょう。これそういえばですけどね、そのオンライン夏フェスってどういう感じになるんだろうと思って、その会場の感じ、普通のライブだったらね、もう散々行きましたんで、みんなの歓声というか、あれで会場が包まれるっていうのがね、ライブの醍醐味の一つなんで、それがないからつったってね、シーンとしてんのかっていうと、どんな感じか想像つかないですね。 チャットはどっかに表示されて、まあ多分だけど、向こうでもご覧いただけるようになはなるんでしょう。なんですけどね、それ以外のと,ところ、どういう感じで、オーディエンスの反応が届けられるのか、なんかそういうものがあるんでしょうかね。その辺気になりますね。あとまあこれは完全におまかんなんですけど、私のね、自分の回線も心配なんですけど、さてシステムの方ですね。やられる側もね、ない経験でしょうからあんまり、大丈夫かなっていうね、どのぐらい来られるのかも楽しみですけどね。結構、ずらずらと、 チャットの方、書かれてますね。いやー、にわかに楽しみになってきましたね。またちょっと音上がりましたね。こっちの方下げますか。このぐらいかな。まあこれだと、まあギリ自分の声もモニターできるかな。そっち上げるとね、クリップしますんでね。さーて、自分の方の接続が維持されるかどうかと、あと、システムの方ね。これ、あれですね。あ、そうだ。ね。じゃあ、京トニックをもう、じゃ新トニックをもう、召し上がってる方いらっしゃいますしね。あんなに揃わないもんかってね。<laughs> なんなら久々のジント肉楽しみだなぐらいに思ったんですけどもう酔っ払ってる方いらっしゃるっていうねあのー、Twitter の方でもね参見されましたそういうコメントねさあどういう入りになるんでしょうねあと5分ぐらいですがおまた音上がったこのぐらいでいきますよーっていうね徐々に徐々にご調整くださいの感じですねなるほどねおーこのぐらいだったらもう大丈夫でしょう皆さん私も下げますどんぐらいだろうこんぐらいか多分これでちょうどいいぐらいそうするともういつものうん まあ、これはね、音響って難しいんですよね。特に配信ものだと。なんだけど、すごいよくこの音量出せてますね。怖いですよね。私もね、あの、YouTube の方で、ライブジョーイングとかで配信してたことあるんですけど、一時集中して、結構音響って難しいんですよね。どのぐらいで届けられるのか。あと、モニターもできないといけませんから、それも考えると結構難しい。なんで、まあ、これも、 今回ね、この長丁場で大舞台なんで、調整されてんでしょうねって感じです。まあでも多分このぐらいでいくんだろうな。これでもまだ大きすぎるぐらいまで大きいと多分割れるんで、このぐらいでしょう。このぐらいでいくんでしょう。さて、あと、もう少しですね。これも本当にね、会場がね、まあこれはやっぱりその、現地でのライブコンサートに慣れてるからなんでしょうけど、本当に多分だけど、秒単位でぴったりに始まって。 まあこれもオンラインならではですね。なんで開演も本当にぴったりかな。もう0秒スタートかなっていう感じですね。これ結構ね、その、普通のライブコンサートだと、だいたいもう会場時間の30分前ぐらいには待機列出来上がってて、割と緩めなんですけどね、時間は。さあ、もう1分切りましたね。いや、ドキドキしますね。ドキドキですね。来ますか いやもうほんと当皆さんねわかるドキドキですねそらそうですよねお来たかおおおお来たへえ 本当にオンタイムにぴったりできたなぁ。へえこういう感じかこれ誰だろうこれだぁ。あー誰かではないのか。スタンドか。へえこういう箱かオンラインだからなお、柳瀬さんだな。すみませんね、いつも。<laughs> あと、原奈津子さんね。 いつもすいません、夏目浩一郎さんのことばっかり言って、はい、あの、柳瀬さんと原那須子さんの音声来てませんね。<laughs> 申し訳ないですけど、おしゃべりの音が聞こえません。 いやー、配信あるあるですね。音声来てませんね。<laughs> 音声来てないですけど、お二人ともまだ気づかれてませんね。届いてないですね。音切れましたね。はい。あ、気づかれたでしょうね。これは。ちなみに、マイクロフォンは、はい、5%っすかね。あ、来ました。来ましたと。 来来ました来まししたた大丈夫ですさて他の私の方のシステムもうんうんううんんそうなんすよねこういうことあるんですよね配信 <laughs> まあ 本当に明けはぴったりでしたね。秒単位でぴったりでしたね。ですけどね。まあでも、あるあるですね。本当に配信あるですね。生ですからね。今やられてるんですからね。大変ですよね。こんにちは。お疲れ様です。いつもありがとうございます。本当にお世話になっております。ありがとうございました。アニメの方でもね。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー。うん。これ、コンプレッサーか かな、うん、いやあっえーありがとうございますありがたいへ、えー、あメテオさんからもこれ細かい話ですけどねエキスパンダーとコンプレッサーで掛け取りでしょうね掛け取り掛け流しうん 多分アタックを早めにしてあるんだろうなっていうね。そんなことは気になる。うん。<laughs> 原作者が ATM <laughs>。それ、サーバー、ーまあ一応サーバトってあれなんですよね。集会なんですよね。うん。これね、ペゴラさんがずっとおっしゃってましたけどね。<laughs> 有名な <laughs>、あのー。あの、あ えっと、これね、なんだっけな、かぶってるから2画面でって。ああ。まあ、サバはある、後からかぶせたんでしょうね。あの、サバ缶の缶バッジ。かわらしかった。早速つけてありますけどね。SME の保坂さん <laughs> <laughs>。SME の保坂さんが、はい。サマソにね。 サバトニとサマソニねはいなるほどなるほどそういうことかはいありがたい話だ本当にはいいい早い早速だな本当に早速だな早いなはい誰でしょうあっああフォーリンポップの皆さんからうんうん <laughs> なるほど、なるほど。これ、発撃ですね、私。あ、でも、ポポロンさんのは、作中で、拝聴いたしましたね。あ、もう、別、別会場別部屋ああ、なるほどね。これは本当にオンラインだからこそ、スムーズにできるやつですね。 登ってきてくださいとか急いでくださいみたいなじゃないんだうんへえで割とでっかい箱だな最初はねあそこで皆さん登場してっていう感じかと思ったんですけどおぉ <laughs> ペコラさんだな ああ。でもあれっすよね。山田まりなさん、あれですよね。死ぬほど慣れてらっしゃるでしょうね。まあ、ほとんどその時代のことは存じ上げないんですけど。まあ、場数が違うでしょうからね。へえ。はあ、いや、これはやっぱりね。 現地で参加したら本当に会場を埋め尽くすセンすさましかったでしょうね頑張ったなえ完璧じゃないうんまあそっかうんいやす <laughs> すごいこの声と声は完全にペコラさんなんでギャップがすごい いやーいいなこれはー <laughs> やっぱりあのペゴラさんのインパクト凄まじいですねまあ一番ねそのまあ特にですけどその天使の後輩2人ひどすぎるんでそのせいかもしれないですけどやっぱり一番好きなペゴラさんなんで声もよく覚えてるのかもしれないですけどまあそれにしてもほんとにね 小堺さんのあの完璧なペゴラさんぶり素晴らしいですねほら <laughs> 完全にペゴラさんが歌ってるのしか聞こえないうわーこれビジュアルなかったらもうわかんないっすようんいやでもこれほんとかったないやあのねー これマジで普通に今まで、だってあの、音楽イベント初めてって聞いてましたんで、そう、だって練習期間どんだけやりましたあったんすか練習期間。収録だってあったのにね、アニメの。で、あと、ライブのその、歌って踊っては大変なんでっていうのは、 まあ散々聴きますしあとミルキーのライブでねもう生で直に拝見してたんでどれほどその振り付けをこなしながら歌うのが大変かっていうのをいやー素晴らしいですね本当ですよパチパチですよ。 そう、こんにちはなんですよね。お疲れ様でした。いやー、ばっちりでしたね。あんなに洗練されてるもん、ちょっとびっくりした。<laughs> <laughs> あの、本当に、一瞬だけの。 <laughs> はーいあのダジャレのためだけに作られたあのカットね思い出しますねはいいやーお疲れ様ですありがとうございましたふん <laughs> <laughs> んだろうああはい 全然合ってますけど大丈夫ですよ。うん、大丈夫大丈夫。へえ。まあ、どれだけなりきってるかってことですよね。あんまりやつになりきるのどうかと思いますけど。うわー。なるほどなるほど。 <laughs> もう一回ね <laughs> はいバ, <laughs> バッチリ決まりましたね素晴らしいですねうわすごいなチャットの方 うん <laughs> <laughs> そのボリボリってあの私噂でしか聞いたことないですけど相当ねまあ3期楽しみですねっていう感じですねあとは3期で拝見しましょうほほ <laughs> すごい なああれかポポロンさんのあそっかまそっかマイクロフォン手持ちか今更ですけどね最初ぐらいでしたけどへえあのマイクロフォンどこのだろう今更さら気になってくんなポポロンさんのそろお疲れ様まです はいえっ何でしょうはいバトルソングあけがにこれどこででしたっけ これ、あれだったかなあのー、フルというか、ちゃんとプロモーション聞いたのは、うわ、マジだ。コメントで教えていただいてだったかなうーん。うわ、すごいな。うーん、どこのだろうな。ゼンハイザーかな一応、手話でもね、ああいうのありますけどね。 気にするとおかしいかもしれないですけどこれがやっぱうんうわー超かっこいい <laughs> やーべえいやあの低い力の入った歌い方もファルセットも超かっこいいなさすがだなうん あ、これはかっこいいわ。わかっ、なぁ。うん、もう完全に、異論ございません。へえ、いや、すごいなぁ。佐々木さんすごいな。まあ全員すごいんだけど、なんでこの人たちこんなことを、まあそら練習されたんでしょうけど、どれだけされたかわかんないですけどね。こんなバッチリ決まるもんかね。なんならインターバルのね、あの、<laughs> 方が、 若干いろんなねアクシデントがねうわかっこいいおおこれ歌詞気になるなどんな感じなのかうんすごいっすね普通にもう これいけんじゃないかずーっとこの形式でっていうぐらい。まあ何よりご本人たちのね、歌唱と振り付けとうわー、かっこいい顔されますね、ほんとに。あ、やばいわ。あ、はいはい、もう、はい。うわー、すごいわ、これはちょっと まあ佐々木さんがすごいのはもう存じ上げてましたけどちょっとやっぱりそれがポポロンさんにねかぶさってくるんですよね。なんでね息の時はまあ出だしはねなんだこの殺人鬼はみたいにぐらいにしか思ってなかったんですけどだんだんねアイドル活動マジだなとで力半端じゃないなと思ってねすごく印象を買った一人なんですけど改めて見るとねあとこれ。 カメラさんも照明さんも音響さんあと音響さんをそのオンラインに載せる配信のねエンジニアさんも相当大変なんですよねこれ全部をうわ完璧だ素晴らしいな いやーそういえばこれ、どんぐらい来られてるかとか人数ないですかね。いやー素晴らしいな。こんな難しいイベントなのになあ、そうなんだ。そっか、イベントとかもね、企画あったかもしれないですけどね、とてもじゃないけどできなくなりましたもんね。お、あれですか。はい。はい。 はいいやああれはちょっとねーまあそれはねあの手、ー、話「来ませり」しか歌えなかったペゴラさんと比較するのは卑怯かもしれないですけどはいはいこれをねーアイドル活動ってのはこうやるんだよっていうねーああ来ましたねー はあ。いや、これね、あのー、全然あるんですよ。普通にどこのライブコンサートでも、音声だけは別っていうのね、念のため、間違えたりとか、最初から用意された音源流す方が絶対確実ですし、トラブルもね、いくつものハードルがそれでなくなるんで、 なんですけどこれはマジでこ今まで聞いててあこれ間違いないなって感じですけど本当に実際に歌われてるのか大変だなぁねハンドヘルドマイクでね、うん、そのダンスがあるからイヤモニとヘッドセットでっていうことも多いんですけどそうですねうん 本当に実際に歌われてないとこうはならないですね皆さんどれだけ練習されたんでしょうはあ。 あとやっぱりね、これは本当のライブコンサートだったら、まあ何回も申し上げますし、これは誰もが思うんでしょうけど、声援があってね、みんなで盛り上げていくっていう要素がない状態でパフォーマンスされるっていうのはね、すごいわ、この安定感とどっしり感。いやー、ちょっとやっぱ、うん。 ここまで完璧なものをやられるとは、ちょっと侮ってたなぁ。ほんとにね、別にもう年がら年中ツアーで全国回られてるような、そっちがメインの方々じゃないですからね。なんですけどね、本当に、それだけをなりわいにされている方々と、そういう方々を散々拝見してきたのから見ても、 何の遜色もないなっていうねいやー素晴らしいですねちょっと本当にもうそれだけで感動してしまうなうんあーそっか 円盤か。ね。今、チャットの方で拝見したんであれですけど、これ円盤化されますかねありえますよね。これあれかなそうすると、チャットのコメントとか収録していいですかみたいな話あるんでしょうかねわかんないですけどね。これまでどうなったんですかねそういうものの扱いって。あと、この時期なんで、私の知り合いにも、 そういういまあ向こうは本当の千人のアイドルの方のファンですけどその人に聞いたんですけどやっぱりねオンラインイベントってまあ割と大手さんはもうそっちにシフトされてるみたいですねでも結構大変みたいなんですよおいそれとそんな移行はできないらしい普段箱でやってんのを オンラインでやればいいじゃんっていうね、なかなか簡単にいかないんだよってね、話らしかったです。いやー、素晴らしかった。素晴らしかったですね。お疲れ様でした。素晴らしかったです。うん。確かにね。会場はどうなんですかね。<laughs> さーて、じゃあ、はい。 応援を呼びますかうんいやっぱり何回聞いてもなあといやまあこれもねやっぱりこういうイベントだからなんですけどならですけどぺこら様背高いっすね。 意外ですね作中ではねおお、フォーリーポップ身長比較表っていうのが出回っててフォーチャンのディスカッションとか拝見してるとまあペコラ普段のねあの境遇と相まってこんな制服いいのみたいなこと語られてますけどこうやってキャストさんで拝見するとペコラ様って。 あやっぱででかいですね、うん、この辺もすごいギャップあるな声は誰よりも完璧にこのフォーリン・ポップのメンバーの中でもキャラしてるんだけどそういう意味でもギャップありますねはあそういえばチャットで開演前にね心配されてましたけど音量 すごいちょうどいいぐらいになったなぁやっぱら調整だったんですかねうーんいやーすごい全員すごいなぁただのアイドルじゃんただの歌手じゃんこれほらうーんいやこれああこれ これだけどっかで聞いたなこれもプロモーションだったかないやーす,すごくないですかすごくないですかってね知ってるよって話かもしれないですけどここまでのパフォーマンスあると思わなかったからびっくりしたうんはあそういう感じですか ああこれ定期的にいけんじゃないですかサバートニックってまあ一応あのサマーソニックねそうかそうかとやあの柳瀬さんのご解説というかおほのめかしでやっとわかりましたけどサマーソニックの方はサマーってついちゃってるんで まあ夏にあるもんっていうことになるんですけどサバートニックだったら別にいつやったっていうわけですからこれねその1時半期に1回ぐらいオンラインでねまあ今回多分だけど相当いろんな試験的なこともあるだろうしまあ今回のね本当にドア玉の音声の遅れとかもスイッチングの遅れとかもありましたけど まあああいう形でだんだんとあぶり出していって気をつけるべきことノウハウ蓄積していったらこのサバと定期化できるないけるなやってほしいなうんでもそうするとあれかテーマとか瀬取り大変かまだね持ち歌をねそうすると増やしていかないといけないしうーんそうね まあこれはやっぱり私がずっとミルキー漬けだったからなんでしょうけどその上で考えることになるんでまた何か新しい発想必要かもしれないですけどまあやっぱり四半期に一回ぐらい新曲一つか二つ出してそれをのご披露を兼ねたオンラインサバとやっていく感じにするか あとは、そうっすね。ゲストをいろいろと考えていくか。ゲストキャラね。うーん。作品なユニットとして、もうすでにか、もう完全に今回でもう思い知りましたけど、確立してる少なくとも、フォーリン・ポップのを見たりは完璧として、まあ、それはね、 デスニーノイジーのお二人の方も相当やられるでしょうからそしてあとはさらに他のゲストの皆さんねいやー素晴らしかったなーいやーやっぱりこれはいつかね本当現地で拝見したいですね会場で。 すごいこの時の声とあのペコラ様の時の声の違い素晴らしいギャップうんお疲れ様でした素晴らしかったですあ今カウントダウンの、うん、やっぱああいうこともあるんだな うんやっぱこっちも気になるんですよね。うん。やっぱこれも後でチェックして、あそこで声が入ってたとかあるのかなありがとうございます。うん。どこ終わったんだろうどのぐらい遅れてんのかな気になる。ハラ <laughs> <laughs> 原さんなかなかぶっこんでくんな。 <laughs> <laughs> いやーみんな本編大好きだったんでしょうねっていう感じですね原さんそういえばあれですもんねあのじゃしんちゃん競馬の方でもやられてましたもんね MC すごすぎますよ本当ですよ4日目ねうーんあ,あれレールあるんですよね やっぱこれあれかな円盤出る流れかなこの感じでいくとうんそうあとね現地ではよく見ますけどねクレーンとかねへぇいやーありがとうございます本当にね出来やばかったっすもんねうん はあ。ああ、そうっすね。ありましたもんね。絵の方では。ふん。そうっすね。<laughs> ちょっと意外でしたね。<laughs> はああ、そう。ねえ。ねえ。<laughs> いやちょ、ちょっと思ったんすけどね。うん。 ちょっとだいぶねうわーすごくあどけないお顔してらっしゃるなーっていうのはね思ったんですけどね本当に赤ちゃんみたいってストレートにおっしゃるとは。 いやーお疲れ様でした本当にもう開催していただいた時点でもう本当にありがたいありがたいイベントですよねえ当初打てなかったんですもんねん <laughs> それずっとマネージメントされたのは多分柳瀬さんなんでしょうね大変ですねずっと苦労されてきたんだな そういえばねあのー、アニメの2期決定2期間もなくでしたっけ直前とかいつも司会だとね柳瀬さんですもんねほんとにいつもお疲れ様です何回も申し上げますけどはいあもうはいへえそういうへえ ええはいなるほどなるほどあそうなんだメタルカバーねなるほどねかいやあのねーうわーマジですかーはいえうん うわあ、完璧じゃないですか。そうか。確かにこの曲ってね。こうされたら完璧だなうわははに、じ <laughs> ゃ誰が一番、ジャーの紙っぽいかって言ったらね。いやあ、そういうことか。わーこれ最高だな予想してなかったし、こう来るとはな うわーかっけーぜん全然違うこ最初からこれきてたらなーああうわーここまで完璧にまあでも本当に全然別の曲みたいになるなあ うんあとねまあ邪気で拝見しててね最初びっくりしましたけどね格好すぎんだろうっていうね邪気者そういうことだったかメタルカバーねいやーいやすさまじかったな菅泉さんえー 初めて聞くお名前。いや、最高ですよ、本当に。<laughs> うわ、すごい。すごい丁寧。まあ、本当そうなんですけど、うん。最高でございました。ありがとうございました。うわ、かっこいい。<laughs> こうしてくるか、はぁ、あ。 いいそうなんだ。丁寧にご解説いただいてありがとうございます。す <laughs> だと普通の丁寧なお姉さん。<laughs> うん。そういえばザムさん単体のライブって。はい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 。ああ。 なるほど。うん。<laughs> これ面白いな、この話。すごく興味深い。はい。はい。はあ、なるほどね。はい。何が出てくるんだろう。うわあ、ちょうど。 あれですよね。桜大戦ですよね。私知ってるかなほとんど存じ上げない。まさか、こっちで、ザムさんの、カバーで多分発撃。うわ、すっごい。和風の旋律入ってる。あやつだったんだ。へー。あーあ,ーあ,ーあ。ああああ。あ、でも知ってる。 聞いたことある。全然知らないはずなのに。まあそっか、やっぱあのぐらいのフランチャイズになると、作品を全然存じ上げなくても、いや、これ、かなり気を奪るな。え、なんでたどこで聞く機会あったえー、うん、もうここもですわ。 分かんないけどこれなんかのあれだなそっちもどなたかがやられてるカバーで多分私聞いたことありますね多分ですけどねそれをこんな形でまた本編をまだ全然存じ上げないのにこんな形でまた聞くことになるとはなへえセリフのある曲これ多めに選ばれてんのかな かっこい,いですもんねうわーいやすごいんですよあのねその「ラブサスティフアクションでもやっぱりいろんなキャラソンとか今まで散々聴いてきましたけどそういうのでもねメタルっぽい曲でいきましょうみたいなのあるしはあ そのメタルアレンジとかの曲もいろいろ聴いてきたんですけどザムさんのあのラブサティスファクション聴いて久々にうわ本当にゴージャスで力強くて凝ってて密度の高いメタルっていうもの聞いたなって思うぐらいねもう入りからかっこいいですもんねギターのところその時点でうん。 はあこれはね元からのファンいらっしゃるでしょうからね確実にこの中になるほどえこれなんだろう え、これは、これこそ知らないか今度こそ。窓間ぎか。へえ、そうなんだ。へえ <laughs>。よかった、本当に。やっぱ、チャットあると、こういうところ、本当いいっすね。うおー。あれ、生引きであんなできんのちょっと。 いやーいやーちょっと信じられないですけどまあそうですよねうんいやほんとうますぎますよへえ窓間着なんだ通りでねなんかもうあのコネクトのところから結構反応されてる方いらっしゃってうわー <laughs> はあかっこいい これ、現地で見たらちょっと痺れてしまうんじゃないかな。鳥肌立ちそうだな。うん。まあ、やっぱ、フォーリンポップの皆さんの時もそうでしたけど、確かにアナスさんが、うわ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 ,うわ,うわ <laughs> マジでおっしゃってた通り、ねえ、演者さんたち以外の、 会場を支えてらっしゃる皆さんのうわこっちもマジだプロだなっていうね完璧ですね素晴らしいですね <laughs> もうカルガルトですもんねいやいや本当っすね <laughs> 生で聞いたら狂いそうっていう人いらっしゃいますけどね いや、これほんと鳥肌もんっすよ。もうこうやってオンラインで聞いてても <laughs>、この暑さにね、いやこん、今日ほんとちょっとマジで暑さやばいですけど、それでも、その中になってもゾッとするぐらい、うわぁ、響いてくんなぁ。

いやーちょっともうたまんないですね。こうやってねこれまあこれもねやっぱオンラインならではのいいところなんですけどまあそれは現地で行ったら現地で行ったらってね申し上げてますけどただそれでもオンラインでのいいところっていうのもたくさんあって。 いや、これね、現地イベントだったら、こんな間近で、ギターの手元まで拝見するのて絶対無理ですから、久々じゃないかな。まともに拝見すんの。<laughs> ああいやー、ぼうとするわ、これは。すごすぎる。 いやあすらしかったですお疲れ様でした <laughs> いや普通の楽曲,楽曲よりはるかに体力を使うましょうから、ね、えそうなんですかなんでなんだろうそうなんだえそうなんですか とてもそうとは思えない完璧なパフォーマンスでしたけどね数ヶ月ぶりでこれかあのー「ラブサティス t i s f a ははい買わせていただきました素晴らしい楽曲でしたねえほんとですようん <laughs> おう デビューシングル2曲がリリースからずっと生で披露する機会なかったぐらい。いやー、はい、ほんとっすよね。うーん、いやーほんとにもうこれでもか,かってぐらい見せつけていただきました。素晴らしかったです。はい。どんななんだろう。はい。 へえうわ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 いや素晴らしい入りだなあはあこれが披露の機会なかったってもったいない話だなすごいもう本当に 離陸から急上昇までスムーズに来ましたねああいい入りでしたねおおああ すごい声の伸びっすよね力強さとまあ存じ上げてますけどね生でもこれだけやられるってのは恐ろしいなもうあの腹筋と横隔膜の力相当ないとこれだけあれ <laughs> これ聞いたことあるなんでだえわ分かんない謎今最後のところで確実に聞いたことあるってなりましたけど分かんないわいや大変らしいですけどねあのまあそりゃメタルっていうのも大変なんでしょうけど とにかくああいう張った声しかもズガさんの声本当にじっくりとあの「ラブサティスファクション以外でお聞きするの初めてですけど本当にうっすらの細かーいビブラートが地声の中に持たれてて。 あとは、喉か横隔膜で出されてる、出されてるビブラートですけど、いやー、あれを、あの声量維持するの大変だろうな相当、鍛えられて。<laughs> いやー、うわ、これは眼福ですねー。 めったに見れませんよここまでの本当に凄まじいギターパフォーマーか <laughs> ちょ本当に人間寝ることできんのかやーべえうわージャケットを脱がれていやーちょっと、うん、これは確かに 初めてね、もう、2期の、あれ2はでしたっけエンディングで配聴したときは、いやこれ相当どっかの名のあるバンドさんに頼まれたんじゃないかっていうね、どんだけベテランなんだと思ったんですけど、まあ時期ね、時期悪かったってのはありますけど、まさかそれがデビューの、 二曲がこれまでこうやって生で披露する機会なかったっていうぐらい世に知られてなかったっていうのはなぁ。はぁ。信じらんないけど。どうなってんだうわあ本当に。いや、こちらこそありがとうございます。うわぁ。記念すべきファーストシングルですか 放送っていうか、あれね。うん。ちょっと特殊だったんですよね。まあ、それもね、だいぶ、振られてましたけど。あら、ファンですって。えさっきほんそうですね。そういえば、今回アナウンスメントなんかあるらしいですね。それちょっとね、忘れてましたわ、言うの。 スタッフさんがだけ前向きってのはな、心強い。いいマジで。<笑><超><笑>あの <laughs>、あの、歌たれてる時そのギャップよ。うん。ただの丁寧な、なんかもう、ジャズシンガーの方とか。うん。誰か、なんか、 お話のされ方は誰か思い出すなぁ。あ、さやさんか。やっぱりシンガーさんだからかな。やっぱ似るもんなのかなぁ。本当に専業の歌い手さんっていうのは。はい。おおどこ行かれるんですかね。台湾からかな。わかんないですけど。 どういかすかね楽しみですねうんえこれデビュー曲なの <laughs> <laughs> <Yeah? S 1> えあ,あそうかそりゃそうか。 まあラストでこれ来なかったらあれラブサティファクションはってなるんですけどえいやーほんとこれ最初お聞きした時はい衝撃でしたよ何すかっていうねあーやっぱすごい曲だなこうして改めて もう何百回聞いたかわかんないですけどねプレイリストに入れてそれこそヘビロテで聞いてましたけどあとこれねあのまあこれは音響の環境の違いのせいかもしれないですけどアニメのエンディングとしての配信で聞くのと実際に楽曲として 配信、販売されているファイルで聞くのと、あ、これミックス変えたるなっていうね。結構ね、あの、これはまあわかんないですけど、その音楽プロデューサーさん、ディレクターさんの方針かもしれないですけど、か環境の違いなだけかもしれないですけど、テレビ版の方がね、トラックが前に出てましたね。あと、割と低い、 そのなんでした、えー、ドラムとかベースとかよりは割と中央機ぐらいのトラックの方を強調してある感じで意外でしたけどはあ <laughs> いやこれでずっとねあの歌声で続けられるの大変でしょうね 相当鍛えられたのと無理でしょうねそうそんでねやっぱえっていうまだ驚きが去りませんけどこれデビューシングルだったんですかデビューでこれこれまで何されてたんですかっていうねああ <laughs> いやこ, <laughs> ここもね楽曲で聴いてんのと実際にこうやって拝見するのじゃあ はあこういう神業の産物だったのかあ <laughs> あのパートはどういう練習修行されたらあんなことできるようになるんでしょうかねなんかえ <laughs> もうもう全く意味が分かんないっすどうなってんですかね なんかその間の過程が想像できないですわ徐々に上手になっていってみたいなことなのかはあうん改めてこうやって収録じゃないやつで生で歌われてる声でお聞きすると、うん、さらに 違った環境ですからね。また別の角度からお声を拝聴できるんで、もうちょっと詳しくわかりますけど。うんうん。こういう、まずね、地声のね、感じと、あと、どういう歌われ方を意識されてるのか。うんうんうん。いやー、そういう意味でもよかったなー。 あの名曲をね大好きな曲を <laughs> どうかしてますよ本当に、はあ、いやー素晴らしかったっすねここまでのものを持ってこられたな ちょっとびっくりしましたいや本当ですよ本当ですよはすがったコメントでありましたもんねなんだっけ <laughs> 何様だとねうん何様 何,何ソニックだろうねみたいなね何ソニーありがとうございますお疲れ様です <laughs> 20秒ぐらいねはいいやほんとそうっすよね いややっぱみんな同じようなこと思うんですかねそうねほほんとその通りなんですよほんとに丁寧で普通の丁寧ななんならおとなしい方の控えめな文系のお姉さんっていうぐらいの <laughs> まあ20秒やったらうんマシの方じゃないですかほう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 なるほどなるほどいやーこうやってリアルタイムでみんなの反応見れるのほんといいなー、うん、うんうんうん <laughs> FPS 追いついてるか よく覚えてらっしゃいますねそんな音すごいなうんいやほんとっすよなんすかあれうんやっぱあれはこういうイベントならではっすねうんいやそれであのギターのその長物見た目の良さを活かしてるあのターンでしたよねうん そうっすよねいやこれ絵があってこそだなうん気になりますねありますかねいつ集まれるようになるんですかねいいか減いつまでもやったらないですからね自粛自粛っつったってねいやほんとそうっすね うんあとまあ今回のこれね気になってる一個なんですけどね声を何とかして届けたいなっていう感じですけどねうんでもアニメのね歌なんですよねやっぱり。 やっぱり2.5次元ってね自分でカテゴリーされてるぐらいですからえへえその頃パチンコ <laughs> どこからそれを聞くかによってな世代も出るしどういう環境が出るのこれも私私存ちゃげなかったんですよねうんうんうん いやーでもほんと麗なうんほんとにたっぷりいろんな角度からお声を拝聴できてすごくよく知れるよく知ることができましたよかったですあらよかったなうんふぅ あれが2012年はあでもあれな何せだどこで聞いたんだ私はうんもちろんでございますねえっへっ しだってイベントがさ、ねえ。それにびっくりですわ。はーいはい、もう完璧でしたね。本当に何度も聞いてます。何百回ふんふん。おお。 これまた楽曲で聴くときに印象変わるでしょうね深まるでしょうねうんかっ,こよかった渡すねそうっすよね、うん、うん、うんんんんそう、<laughs> そうっすねはい はい終わりました。はい、パーシうーん。される。やっぱそうっすね、みんな。<laughs> もともと魔界から来たはずなんですけどね。デビルマンだっけみたいな。あと、綿持のね。 入ってんじゃないかなっていうのはよく言われてましたねいや本当ですようんいや楽しみだな行きましたねかわいいお化けかわいいもものうんなあなるほどねこういうせとりかこうせね か,かわいいお化けすぎるでしょいやーすごかったっすよあのオープニングはいえー、あえへ、ー、えそうなんだ2018年そういえばあそうね今季だったか、あのー どれかでやられてませんでしたっけと思ってたんですけど、まさにそれだわ。あっちも人気先ですもんね。すごいなぁ、なさ手続けに。はぁ、あ。初めて、動画では早拝にしますが。 ああ。えそんなんありましたあこれは運命ですね。えー、そうなんだ。オンラインサバとお誕生日会。で、またオンライン夏フェスで。3連続か。すげえな。 これは来てますね完全にはいもうこの2018年いやきたーうわーどうやって回とるんだろうっていうねクリックででしょうけどねヤモニでう,うわー 入り完璧でしたね難しいだろうけどなーなんでねこれね今カラオケすら行けないうわあ。これ最初にねあの最初は2期のねプロモーションで配聴した時はあら随分んわ愛らしくて爽やかな曲になってまるでなんかその女子向けの 作品でもおかしくないんじゃないかぐらいに思ったんですけど、こっからのサビとかね、あと、やっぱり本編でオープニング映像とともに配置をすると、うわすっごいじゃちゃんの世界観にぴったりっていうのと、あと、とにかく可愛らしいのと、テンション高いですよね、映像もそうですけどね。 やっぱ一気に時よりまあ作画面でだいぶ向上してたのもあるんですけどまあそれオープニングなんで力入れて作られるからそりゃそうなんでしょうけどあのカット割りとかレイアウトとかもうすごくそのかっこいいで疾走感の強い構成になっててそれも相まってね毎回ほんと。 オープニング見てるだけでもすっごい楽しい気分になるっていうあ,あんまりねもうずっと <laughs> アニメ見続けて長いですけど散々いろんなオープニング拝見してきましたけどあの瞬間であんなになんかこうパキッとスイッチが入るというよりはスーッと作品の世界に引きずり込まれていくって もうサビ近くでいっぺんに周りの空気がその色に染まっていくっていうね素晴らしかったっすねまあこれはその同じシーズンにやってた作品の中でもう何が派遣作品ですかって言ったらダントツで邪神ちゃんなんで私の場合そのぐらい偏ったバイアスのかかったファンのひいき目もあるんですけどこれは今季の中でも もう完璧に近いオープニングなんじゃないかっていうぐらい素晴らしい出来でしたね。あとね、リリースも割と早かったんですけど、その時にまだ早いのは、ハイレゾじゃない通常版の方だったんですけど、通常版、ハイレゾじゃない版でも、やっぱ欲しいなと思って、早く欲しかったんで、 通常版で買って、後にハレゾ版を買う、結局2回買うっていうね、ことになって、まあでもそんなに、同じ曲2回買っても全然惜しいと思わせないぐらい素晴らしい完成度と、あと、実はあんまり聞かない曲調、まあ。まあ人によってね、経験、アニメ、アニソン経験、アニメのオープニング経験って違うでしょうけど、 あんまり聴かないタイプの曲だったんですよね。それもあってすごい新鮮でね、すっごい配列を出たら出たでね。もうあれだけで嬉しくてしょうがなかったですけどね。でも連日聴いてました。家でも出先でもね。移動中とか。えー、そうなんすかえー じゃあザムさんの初めてとハルカさんの初めてを両方をこの作品でやられてるってマジで <laughs> いやーなんか嬉しい話ですねみんなそうやって楽しんでご覧になったっていうのはねはいはいデビュー曲 はい、初めてですねでもえそうなのいやあれねあの先今再注目されててなぜか分かんないですけどなんか続報とかあったんですかねまあこれはアニメリアクション界隈での話なんですけど最近になってあれ取り上げられてる方すごく多くてどうしたどうしたと。 いい作品だっていうのは存じ上げてますしね私も一時どうしようかなって思ったことありますねあとああいうオタクの恋愛事情とか結構がっつり描き切った作品だとやっぱりネト中のすすめあれもいい作品でしたけどねはーはい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  あの一瞬の間、スッと開けて、で、また、歌声が入ってくる。いいっすねー。いい一瞬の、あの小休止ですね。好曲だったんですね。でも、あのぐらいの対策の、からいきなりやられてんのか、すごいな。邪神ちゃんでまで、存じ上げなかったのは椎名ぐらいだな。 それまででもどっかでお名前ぐらい聞いててもおかしくなったと思うんですけどまあもしかしたらねどこかでちらっとは拝見しててでも自分が拝見してる作品じゃないからってことで覚えてないだけかもしれないですけどうーんまあこの曲もね必ず皆さんの中に作品のファンいらっしゃるでしょうからね よかったでしょうねその時あの作品愛された方々はこうやってまたまさか回り回って邪神ちゃんのイベントでその時の記憶とともにこの曲また楽しまれるとはね思わなかったでしょうし嬉しい経験だったでしょうね自分ではそういう経験なかったのにそういう人たちの心境を察するだけですごくなんか 感慨深いものありますね。楽しいでしょうね。楽しんでくださいね。皆さんね。へぇー。<laughs> うん、やっぱり、チャット拝見してても、いらっしゃいますね。作品をご存知の方。うん。ああ。ああ。 いいですね、あの、テンポに合わせた歌詞と、その、成長の作り方ね、うん。声を一定のリズムで、トンとトン入れていく、あーの感じとかね、なるほど、なるほど、ここが肝ですよっていうね、聞かせどころですよっていう。 はっきりしてるなあーはい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 、はい、あーもうご存知の方いらっしゃいますねあの振り付けの部分もねおーおおええええええ そういうんだすごいいやー今のくだり良かったっすねすごいなんかもううんでもまだこんなねステージでやられる経験しかも無観客時代でねカメラだけが観客の目だという環境で歌われんの ほとんどないでしょうけどすごいですねそのカメラを通して観客に届けるというパフォーマンスをものすごくなんか場数を積まれたベテランさんなんじゃないかっていうねほらどこへ視線を送られるかバッチリですね目配せうーんーいやこれちょっといやこれはまあ当たり前だけど欲しくなりますね うわーえこれ聞いたことある放課後の「リバティ」これあっ僕便なんだじゃあ多分あれだけど今季こんなのやりますよっていうプロモーションずらずらっと並んでる記事とかの時に拝見してたかでもこれもやっぱりまあでもそうなんだな うわこれいいわああいわやーちょっとう,うわすごいこの空間でしかやってないはずなのに景色がブワー広がっていくところが脳裏に浮かんでくるぐらいああいやーいい曲。 全然本編知らないし PV とかも拝見してないしこれの MV とかあってもねそれも拝見してないんですけどもう勝手に歌につられて絵が浮かんでくるぐらいうわーすごいわこれうんすごいその絵の想像をかき立てるすあい,い曲だな 僕弁もね、あの、絵がすごいツボなんですよね。あの絵柄はちょっとね、結構、ニセコイとかと、私の中では近い系統で、絵柄だけはすごく、うん、もう完璧、100点満点の、でしたね。うわ、すごいな、完璧だな。 はわ、楽しい曲。これ欲しくなるなぁ。まあ、これ多分、もうこの直後私買ってますね。いや、これいい。こんなにたくさんのいい曲。もうこれ本当に今回で教えていただきましたね。こんなにあるんだよっていうね。うわ、今回はもう名曲紹介という面から見てだけでも、 私にとっては本当にありがたい機会になりましたねうわめっちゃいいうわーやっぱこういうパートあるといいっすよね さっきの曲でもそうでしたけどうんうわーこれすごくいいわうんすごくその絵のイマジネーションを広げるっていう曲でもありますけど気分にすごく作用するな雰囲気がらっと変わりますねいっぺんにその楽曲の世界に染まっていくわ気分が。 いやーすごいけどものすごいバカずこなしてるとしか思えない素晴らしいパフォーマンスでしたねいやーはあお疲れ様でした2曲連続ですもんねめっちゃ暑いですなんですけどねまあどうしても音入るんでね空調を 最小限にしておりまして、なんとか耐えられるぐらいの、にしております。はい。うんうん。うん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 。なるほどね。はい、あ。なんでしょう。 ね、暑いけど鳥肌立つっておっしゃってる人いらっしゃいますけどほんとそうなんですよはい,いはいうわ本当に曲名通りいっぺんに <laughs> 地平線見えましたよふわー なんか空間がドーン広がってって本当にまさに地平線までいきましたねーへん初めての曲なんでさらに初めて聞いた時の印象で改めてはるかさんのお声拝聴しますけど うん私他にこの人に似てるみたいな人思いつかなかったんですよね。なんでこの人絶対にあのプロモーション見た時にねゼンハイザーかなっぽいですかね。あれ聞いた瞬間にあこの人は私知らない人だって一発で確信するぐらい独特なお声されてって。 はあ。ええー。ええー。めっちゃいいっすね。はははそれはね。それは絵に決まってんだろうって話かもしんないですけど、ちょっと、今回予想外のこと連続でしたね。いや、邪神ちゃんの、 まあ特に邪神ちゃんのだからなんですけどアニメのイベントですよねこれっていうね完全にあのサマーソニックをまあパクだとは言ってないですけどなるほどね聞けば納得ぐらいにサマーソニックとサバートニックそっくりですねっていう感じなんですけどそのイベントでこんなにたくさんの意表を突かれる 音楽でのそんななな経験をすると思わなかったなみんなが知ってるおなじみのキャラソングが次々出てきてなんかいやそんなでしたねーっていう感じであくまで作品用を楽しんでいたファンが思い出に至り半分で振り返るみたいな感じになるんじゃないかと思ったんですけど楽曲が次から次へとうわー <笑><笑>音楽が本物じゃないか」っていうね出てくる曲がどれもこれもただのマジの本物のガチの音楽イベントじゃんただの <laughs> はー いやこれ見ないっていう選択肢なかったんで、それは見たでしょうけど、私、どうあったってなんだけど、やっぱ、いや、今回、本当、準備、万端整えて、ちゃんと拝見してよかったな、開始前から待機しててね。完璧じゃないですか。 いやあ、ここまでのことを皆さん、ちょっとフォーリンポップの皆さんの視点でもね、えマジでと思ったんですけど、ここまでガチのもんって、え予想してなかったわ。聞いてませんけどっていうぐらい。いや、こちらこそですよ、本当に。お疲れ様でした。 いやーもうぜひねちょっと後で探しましょう <coughs> うんらしいんすよねどっかで何だっけなーはあちらっと拝見してマジでと思って前期まで邪心ちゃんであれだけバリバリやられたのがもう次のシーズンであんなね人気作あーはいあーはい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 もう もう何がしたいか頭でわかるっていうおおええー、いやちょっと超いいんですけどうわ掴んでくるなーもう頭でガッ捕まりますよねこの曲うん もうなんか矢継ぎ早にうわすごいなうわひねってくるわ回してくるわ,うわ素晴らしいですねうんすっごい細かい変調入れてくるんだなうん そういうことかヒャダインさんなんだあの人本当にこういうねリズムで乗りつくって飲のますぎますよねそういうことかなんだこの変調はと思ったんですけど頭からいきなりかましてきてうわ完全にじゃあ確かにまあこれ存じ上げてるからそう思うんでしょうけど 完全にヒャダインさんじゃん。なるほど、なるほど。これ、ね。ヒャダイン節だな。はい。あ、はい。はい、完全ですね。完全にヒャダインさんですね。間違いないですね。間違いないってね。曲だけ聞いてよかったか怪しいもんですけどね。お前の耳よっていう話かもしれないですけど。あー、でもこのね。このトントントンって階段下っていくような下りとかね。本当にヒャダインさんらしいんだよなー。 うん贅沢っすね今回のイベントずーっとフルですもんねこれねまあイベントでここまでずーっとどの誰一人として申し分のないパフォーマンスをされるって 素晴らしいなこれまあこのイベント自体のねリハーサルランスルーする相当重ねられたのかなここまでできないですよね絶対一発じゃないですよねなるほどなるほど分かりましたもう完全にうんやっぱヒャダインさんってこういう感じを伝えたいんだっていうことがすっ く曲に入れてくんの上手いですからもう冒頭でスパン分かりましたしはっきりしてますよねメッセージ音楽性うんはいいや久々だわヒャダインュをどっぷり聴かせていただくのはうわかっこいいし可愛らしいしうまいな相変わらずヒ、うん、ャダインさんね、うん はるかさもう当然ですからねこうやって立て続けに歌いっぱなしですごい歌い手さんなんてねイベントで歌うのを前提で普段から活動なり練習なり別にされてるわけじゃないでしょうからねスタジオであくまでレコーディングがメインのはずの歌手さんなんだけどなはい。 最高でしたほんとにらしいっすねやっぱ知ってる人いるんすねそうでしたね足っでは前山田健一さんでね2期でその <laughs> 言及あってお礼をされるのかと思ったら全然違うね三浦さんの方に流れてきましたけどお話はい なんでしょう増えましたよねえっマジで <laughs> ねえチャットでね三浦の方に行かれてる人いらっしゃいますけどねうんなるほどはあそんなやれたんですね知らなかったわいろんな情報があるな今回はいうん 死ぬほど存じ上げております。はい。通常版とハイレゾ版と両方買わせていただきました。ありがとうございました。あ、URL、政治になってる。人いるわ。えあ、そうなんだ。ゴそロいックな。へえそうなんだ。 えはるかさん時々あれですねよしっていう癖なんですね細かい情報はあいやーすごかったたまのあったッすはえ対策ばっかりじゃないですかそうなの すごい作品ばっか立て続けにやられてませんまあオープニングはね、邪神ちゃんが、初めてとはいえ、すごいっすね。ああ、うわ今のうまいっすね。まあ、うん。ッと入れてきましたね。うん。またガラッと変わった。 だいぶ落ち着いた局長です、ねうん割とエ,エス <laughs> エスパー <laughs> 別にエスパーが頭よぎったわけじゃないですけどウィスパー寄りの長い下りを聞きてきますねうんどういうねえどういう練習されたんですかね遥さんそれとも地声の特色がものすごく強いのかな うわ可愛らしいすごく独特ですよねそのののメインの部分に2層ありますよね芯の部分にすごく透明で張りが強くて色彩が濃いんだけど透明感高い部分とその周りを覆ってる何だろうこれ 霧みたいなすごーく粒子の細かいふわっとした柔らかい奥行きを作り出してる部分とある芯の部分とその周りの部分すごくはっきりありますよねうん独特の歌声ですよねまあお話しされてる時も まあ、ズガさんはね、すごい、あの、あのギャップすごかったですけどね。ほどじゃないですけど、やっぱりギャップあるんですけど、<laughs> でもお話しされてる時のお声でも、結構強く感じるぐらい、まあ、これは本当にギフトなんだろうな。こんな声質の方は私、他に、うん。 似た構造の声の方だったらね上田怜奈さんとかいらっしゃいますけどまあ、またでもね色彩違いますからやっぱりこの人のタイプ系統とかまあ私があまり知らないだけかもしれないですけど例に出せる人いないなほ本当に独特ですよこういうとこですねこれ こういう声を出されるときが、はるかさんでしたな。はるかさんならではのところだな。うん。いや、全然。 ただ途中所々ボソボソ喋ってるだけの私なんですけどそれでも喉痛くなったぐらいなんでちょっとのどあめいただきますけどいやーねーまあこれはそういうところの管理からすでにプロなんだよって話かもしれないですけどうわー遠目でのカメラ目線あんな遠くまで視線って届くんですかうわー 完璧ですね感動しましまたすごい喉されてますよね、皆さん。どういう気がされてるんですかね。ありがとうございました。 いやーたっぷりでしたねー <laughs> うん <laughs> 何そにかなっていう感じですかがっつり音楽イベントじゃないですかただのなんじゃこれ <laughs> まああのまあ それが誤解なのかもしれないですけど、邪神ちゃんか、本当にこれっていうね。うん。構成もすごい凝ってますしね。考えられたんですねっていう。うん。あうーん、なるほどなるほど。絶対いますよね。だって、ものすごい人気作ばっかりだったじゃないですか。うーん。 全部置いと <laughs> それ置いとくんですかメインなんですけどねはい <laughs> まあねみんなねおおくんかいっていう、ね、言ってますよねそりゃそうですよね <laughs> まあね他社さんをね他フランチャイズさんをね いやーそうっすねごま忘れる時に吸っておかないとねうんうんやら瀬さん詳しいなアニメハラサもかい <coughs> うんはあはあはあ なるほどね。なるほど,なるほど。な妖怪すましって言いますけどね。それでもか。うーん。面白い話。詳しい。<laughs> ただただアニメに詳しい柳瀬さんね。うん、うん、うん じゃあしんちゃんははまる前に知ってた曲かへえやっぱ多いんですねそういう方うんうんそうなんですけどここまでやられると思ってませんでしたんで意外でしたねねあるんすか変ばっかあるんすか ほんとよくやられましたよ。信じらんないけど。あそういえば、あ、そうなんですか。全然そんなことになってもありえるわ。ああ。本家でイベントあればですけどね。うん。なあ。 なるほどなるほどねまあでもすごいうんヒャさんのあの明るさねテンポの良さね盛り上げていく感じ一気のあそうなんだ <laughs> ただのアニメに詳しい人だないやすごいなナセさん <laughs> 有名じゃないよはっきり言いましたね <laughs> まあまあ、やまだ <laughs>。三浦にも感謝ですの。ありがとうございます。いやー、じゃあ、んちゃんは自分のフランチャイズだと思っていじったおっしゃいますね。柳瀬さん。<laughs> あ、告知 <laughs> あの告知ですか <laughs> えもう、その告知ですか <laughs> はい。びっくりした。もう出んのはい。えシーンですけど。 これここで来んのかへえ今何時ぐらいですかあっマスクケースねなるほどねえもう16時半過ぎてんのか16時40分近いマスク今はねいやこれほんと自流トライのさすがだなこれいいな,これいいなこれいいな <laughs> いいもん出してきますねあとこれどれだどこだったかなコスパさんだったかであの進化版シンちゃんのね何すかこれああれかパチンコパチスロカかこれ予想してる人いたなフォーサンデーですけどねあいつらやべえな聞こえてないですフッ <laughs> 今は聞こえてます今は大丈夫でございます多分説明されたんでしょうねスイッチングでうんうんこれですねこれも説明あったんですね なんかずーっとシーンとしてるからいろいろ大変ですね生だとねはいこれは本当に今なればだなうんあれあれなんか布かナイロンかと思ってた布と <laughs> ナイロンも布も一緒はい人生劇場さんと大丈夫です 人生劇場さんとコラボですか。あ。ありましたね。<laughs> 出た。き <laughs> ましたね。向こうから。はい。どうしようかって。 乗るししかないでしょこのベックウェーブには復活それまで救されてたとかですか？はいああコラボですねはいこれまで「人生シアター」という名前でしかえー、でもふんふん 本当ですねはいおおへえもろじゃないですかねえあれなんすかね何やられんだろう はいえチャリチャリでトラックはよくありますけどねえあのモザイク部分なんすか <laughs> いやそれめっちゃ面白い話ですけど これ画面がもろにフォトビュアーっすね細かい話ですけどはいああいやそうなんでしょうけどこれはお店の復活に合わせたコラボではいえっ先着順<ん>ここでしか手に入らないやつ えそうなんだあっははじゃあもうここでしかないっすねな <laughs> なぜそこを拾ったうーんなーなるほどなるほどでもこれあれじゃないですか普通のお客さん誰かさんによると唯一有名じゃない邪神ちゃんをご存じない普通のお客さんはなチョこれみたいになるんじゃない ままああよくありますけじゃしんちゃんってこうやっていろんなところに殴り込みに行かれますよねそこもちょっとねえっえっ、ー、この一枚あっそうあ <laughs> ちっちとの時もやられたの <laughs> 書き下ろしかへー うーん。後ろの方まで。はい。あ珍しかったやつね、はい。<laughs> あ,あそうっすね。なんかこうやっていろんなところに殴り込んでいくのを見る気思い出すんですよね。そんなところもね。あと、この作品でのパチンコの描き方、相当でしたけど、それいいんすかね、人生劇場さん的には。パチンカスだぞーって言ってましたけど。 パチンコが悪だという描き方でしたけどよかったんですかね。まあ、それでもいいというぐらい器の大きいところなんでしょう。堂本さんなんでしょう。堂本が儲かるようになってるんだっていうね。うん、えアニメゲーム、はい。スピンオフ CD、はい。イベント行きましたね。行きましたね。はい。ここまで存じ上げております。はい。なんでしょう。舞台だ。はい。 ミュージカルか舞台か舞台劇 <laughs> 舞台でしょはい舞台ですねですね皆さんおっしゃってますねえっ決まったのえっ決まったのいや本当ですよ まあそれもあるんだけど。え、決まったの企画しんいや、やるでしょ。それやるでしょ。酔いで出れるでしょ。<coughs> <laughs> じゃあ、ステージやミュウ。どうやってやられんのあとね、そうっすよね。ゆりねさんに始末されるところとか。あれ、ゆりねさんいないわ。見切れてるだけかな。 12月はいあすごい準備周了すごい準備の仕方半端じゃないな <laughs> Yes Theater はいはあアニメ3期はアニメ3期はまだなんですかアナウンスメントははいもうああそうなんだ <coughs> 実写家か実写うんあのー、なんだっけスターダムさんか とのねコラボありましたけど、うん、うんうんうんねっ期情報なかったっすねうーんいやーちょっと本当にあんな音楽イベントとしてこんなに力入ったものだと思わなかったらびっくりしましたねうん いやこれねオンラインになってね大変でしたねと思ったんですけどうんオンラインならではの良さありましたねこれはこれでそれなりの楽しみあるもんだなはいよくやりましたよほんと信じらんな、ね、いフ <laughs> ッ SME さんなんだへえ はい、そうですね。それ間違いないですね。あ、そうなんだ。面白いなああんまりこういう話聞けないけどなぁ。邪神ちゃん。<laughs> <laughs> まだまだいけますよ。いけてください。お願いします。うん。だって ATM 席売り切れたんでしょ売り切れて抽選だったんでしょ信じらんない。 ありがとうございました。お疲れ様でした。いやー、お見事でしたね。まあ、やっぱね、はい。最後に持ってくるっていうね。いやー、ーそういうことですか。上等でございますよ、ね。なるほど。いやー、お疲れ様でした。 うわあこれからかうわあああああああげすぎたとは思ったんだな音調整ありましたねコンプレッサーかな原因かなわかんないですけど <coughs> うわあ来てしまった うわ,うわーマジかいや本編に出てこない曲ですけどこの二人の歌声聞くともう本編の思い出がブーれもう本当にそれこそ完全に走馬灯ですよ <laughs> うわ完璧だしねこの二人もいやもうどこまでも どこまでも、その、音楽イベントとしての完成度の高さ。m s c さんね。なるほどね。そういうことね。もう、プロの方に、全部ガッチガチに、重装備していただいたんでしょうけど、まあ、これは演者さんたちのね、相当な訓練もあったでしょうけどね。うわあ。<laughs> もう、P の意味ね。 えー、まあ歌はもう本当に完璧として振り付け目配せお互いのアイコンタクトといいどんえどんだけ仕上げていきていんですかあやばいこのフランチャイズちょっと天才の集まりだったか。 改めてうわーえー、<laughs> めっちゃ激してるしやっぱ主役だなっていうねはあ、<laughs> うわーまたあの邪神ちゃんのかわらしさと憎たらしさ両方バリバリ出てんなたまんないですね本当に これは本当に、いや、本当にね、まあ、迷いなかったですけど、これを見ることに決めたその時の俺よ、お前は本当にそれだけでも、今年一番のナイスジャッジだった、もう今年これ以上いい判断したと思える瞬間ないっす、全く自分の判断が2000%報われたということを確信しておりますね。 ああ、最高だわー。素晴らしい。もう本当にこの二人の、あるべき理想像を描けたなっていう感じのね、こんなことできるもんかな。<laughs> 来ましたね、そんでね、もう。これもちょっとね、あの、ザムさんのエンディング、ラブサティスファクションに曲調似てるかなっていう入りなんですけど、 途中でガラッと変わるんですよね。うん。いやー、鈴木愛菜さんは本当にちょ、何から、何ができないの、この人っていう、すごいっすよね、あの鈴木愛菜さんの、なんで視線あんなまっすぐずーっとぴったり、ずーっとまっすぐ真ん前にしておけるんだ。 いや大森さんもすごいですけど大森さんってあれですよねあのー、こうした意見するとやっぱりお声の方にイメージ近いですよねゆりねさんよりはどっちかっったらね本当に美人すごいなんか華やかというか。 すごい目、ね。惹かれるお姿してますね。あれ、邪神チャンネル B でもね。実写でやっても全然よかったんじゃないかってね。はぁ。うわぁ、来たーはぁ。 うわすごいやっぱあれかな鈴木愛菜さんは強いっすよねこういう舞台うわもう何から何まで分かり尽くしてるっていう凄まじい一挙手一投足まで確信にみなぎってるなうわうわうわあ <laughs> ここまで完成させてくるとは恐ろしいなこのね交互に交代していくんですけど自分の番でない時も背後で支えるっていうねパフォーマンスを。 い,いえこれ誰が作られたんだろうこの舞台全体のデザイン振り付けからねセトリからうわーほらーご覧なさいよこのやっぱそうっすね鈴木愛菜さんってあの目力ですね やっぱこうして交互に拝見するからですけど、本当にその差、よく出るなぁ。大森さんね、あのゆりネさんは <laughs> あんなにスプラッターで、マカロニチェーンソー憧れで、本当にまあ、天使連中とは別の意味で、猟奇殺人鬼なんですけど、大森さん、優しいっすね、もう。 すっごい優しくて面倒見のいいお姉さんっていう感じの印象ですわー。へえ、すっごい対照的。こんなに、うん。まあ、やっぱいいコントラスト描かれてるんですね。中の人でも。うわぁ、かわいらしい。うわぁ、うわぁ。すっごい。 ひ、えー、素晴らしい。はあ、すごいパフォーマンスでしたね。あんな細かいところまで。まあこれも。あっはっはっは。<laughs> <laughs> オンラインイベントならではなんですけどね。あ、ATM の皆さんね。いやー、本当にー。 最高のバカロ郎ドもの皆さんですね、別名。いやー、本当、5万円のチケット、20枚限定のところに100人来るって、本当にまあどういう人たちが集まってるか、どんな界隈かって、その一時だけでも、特殊な人たちなんだなっていうんね、分かりますね。 ATM がねまあこれはねあの邪神ちゃんのリフレクションとかその前のリアクション動画でも申し上げたことありますけど普通だったらクレームもなんですけど ATM になるということは作品世界の登場人物になれるってことなんでそういう形で特別に金額をあずみしてくれた皆さんにお返しをすると。 ええー、どんぐらいいらっしゃったのかこれで大体わかるかな。あの、私が買ったのと同じのね、6000円だったか7000円だったかの T シャツ付き。要は中クラスの ATM 様、ATM の皆様にはとても、あ、私いる。スクショ撮っとこう。へえ。あ、<laughs> 本当にあの感じにしてよかったなっていうね、邪教ネームを。 最後の方に割とスーッと長い時間私映ってましたわ名前がおおこれ本編のあれえこれあれかあーやっぱりねーなるほどねーはい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 なるほどまあただあれで終わんないっていうねー すごいサービス精神うわはるかさんうわーマジでーうわ最高だ本当本当今回見てよかったうわーうわーあんな形で はあ、いつの間に着替えられたんでしょうか。すごい早替えだったな。まあ早替えはね、それ用の技術ありますけどね。うわあ、皆さんで、全集合じゃないですか。最終回によくある。クライマックスって感じだな。 いやーすごい最後までサービスたっぷりでもうおとこだってはいなんだろうゲームはもう存じ上げてますよお三3期はい3期おお クラウドファンディングね、なるほどね。速いな、動き。さすがのフットワークですね。いやー。来たか。早かったっすね。いや、これだったらあれだな。今回はちゃんと存じ上げてますしね。それまでは全然ね、1期から2期までの間にそんなことやられてるって存じ上げなかったんで、見逃しておりましたけど、クラウドファンディングね、なるほどね。 でもこれで初めてかな。作品の続き、継続していくために初めてちゃんと作品作りに貢献できるのは。<laughs> 給付金ね。まあやっぱね。あと人生劇場で稼ぐかっておっしゃってる方いらっしゃいますけど。いやー、素晴らしい。皆さんちょっと、あの音楽イベントとして完成度高すぎて、びっくりしましたし、本当に何回も、これ邪心チャンスよねっていうね、感じになりましたね。 あんなことをでね、まあ、ああの、いろんな作品で人気だったいろんな楽曲がこの場に大集合するってことで、そういう采配も意外でしたけど、それによってそっちのファンでもともといらっしゃって、で、そちらでの曲が大好きだった皆さんも今回すごい反応されてる方多かったですし、強い反応ありましたね。皆さんやっぱり思い入れのある楽曲をこういう形でまさか聴くことになるとは思ってらっしゃらなかったでしょうから、 まあそういう方々は特にね、さらにもう一段考え深いものがあったでしょうし、よかったですね。まあ3期はね、今後我々 ATM の力次第ですね、どんぐらいでいかれますかね、3期って。あと今回ね、あの、今チャットにここ、今はここで気づかれた方いらっしゃいましたけど、見逃し配信あるらしいんでね、また見れるかなっていうね、どのぐらいの期間かかるかな。あと目標金額っすね、前期はどのぐらいあったんですかね。でもあっちは作品自体は、 円盤2000枚でが条件になってたんでなんですよね。なんで今回はアニメ本編の3期を作るクラウドファンディングということでどんなことになるんでしょうかねでもまあその告知あるよねって感じなんですけどまあそれは3期ありますよねあのー、アニメ終わ,終わったっていうかあれ11話は一斉動画だってっていう話はね何回も申し上げましたけどテレビ放送とかあってこれでアニメ2期最終話まで行きましたっていう直後にもう公式のね 公式さんの側から「我々はもうすでに3期に向かって走り出しております」という力強いね宣言がありまして本当に頼もしかったし心強かったいや本当に皆さんお疲れ様でしたしまた3期あったらなそれまでの間にもまたイベントあるでしょうしねこういうオンラインのとかねでまあその舞台とかも舞台その頃できるようになってるかっていう真っ先に来る心配をもうあらかじめまあ当たり前かもしれないですけど この当たり前をなかなかね、できるかっつったらね、じゃあできるかっつったら難しいんですけど、もう今から両方できるように、両立てでいきますって。ふっと明るかったっすよね、本当に。もう準備万端。全方位に備えてありますっていう感じでしたね。まああとね、今回でもうほとんど初めてぐらいに触れましたけど、柳瀬さん、本当にお疲れ様でしたし、どんだけアニメ好きで、で、まあだいぶ全然この邪神ちゃんに関して持ち上げたりとかされないんですね。 ああいうノリなんですね。普通はもっとその関わってるしかもかなりメインで関わってる方なんでもっと持ち上げたりなんかそんなもんですけどもうどうせここにお集まりの皆さんはじゃあ新茶がなんだかどこの誰よりもよくご存知でしょうからっていう感じなのかもしれないですけどまあでも本当にいい司会されましたしまあいろいろねトラブルありましたけどうまくさばかれて継続できてね全体的にもすごく完成度の高いイベントになりましたし いやー、いい回になりましたね、本当に。いいサバ、トニック、サマー、うんん、うん、になりましたね。っていう感じですかね。そんな感じで本当にね、まあ告知があった時からすでに購入確定したんですけど、まあ、もっとこじんまりした身内で邪心ちゃんが大好きなみんなで集まって、まあ作品の話でもしながら、キャ,キャキャキャ、盛り上がれたらいいんじゃないかなぐらいに思ってたら、まあこれしつこいし、何回も申し上げますけど、音楽イベントとして凄まじい完成度でしたね。 今年ね、まあ書かれてる人いらっしゃいますけど、ライブ、特に遠征の類にね、ことごとく中止になりましたんで、そういう中でも、こういうイベントがあって、もしいろんなイベントが生きていたら楽しめたであろう、あの音楽を全身で受け止めて楽しむ、あの時間を少しでもここに来て味わえた人いるんじゃないかなっていう感じがあるんで、そういう意味でも、いろんなストップがかかってしまった、他の企画を失った悲しみも少しは今回のこのオンライン夏フェス、 さあ、んッん、にお越しになった皆さんは、埋められたんじゃないかなという感じしますしね。いや、ほ本当に、最高に素晴らしいイベントでした。で、まあ今回のね、もうこの動画も、まあ冒頭の方に申し上げましたけど、まあ普段のリアクション動画とかね、リフレクションとは違いますんで、まあいろいろと音響的には、お、チャットもう終わりますね。音響的にはまあ最低限お届けできればいいぐらいの音響になってましたし、 まあほとんど喋ってませんでしたし、まあそんな感じでやりましたけど、まあでも本当に大好きな邪神ちゃんという作品で初めて音楽イベント、それもオンラインでやるということは、その一部始終、どういうことを感じたかってね、やっぱりどんなに思い出深いイベントでも、後から振り返るの限界ありますから、こうやってリアルタイムで思ったこと、感じたことを残しておける形で、一つの音楽イベントが拝見できる機会っていうのは、まあまず、これまで皆無でしたし、空前。 絶後かなもしかしたらっていうね。次からは、ちゃんとね、会場でできるといいですしね。ただまあ、オンラインでもね、こうやって楽しみ方がいろいろできるんで、それはそれでありがたいんですけど、まあそんな感じなんで、これは二度とない機会かもしれないと思って、こういう形でね、その感想とか、その時に受けた感銘とか、残しておこうと思って、まあ準備して、こんな感じでやってみてよかったなというふうに思いましたね。いやー、本当に長丁場になりましたね。でもその長丁場が、あの、 品質のあの熱さのあの思いのこもった音楽で満載になってお届けしていただけると思わなかったんで本当にその点だけ取り上げても本当に意表をつかれて夢みたいなこの時間でしたねこんなことあるんですねこのたった一回のオンラインイベントのためだけに皆さんどれだけ練習されたんですかね本当にもうそんで皆さんのそのお互いに対する一緒に盛り上げていきましょうっていうねあの力強い絆 強く感じましたしたもういろんな面から邪神ちゃんが好きで集まってきてみたらとてつもなく途方もなく素晴らしい音楽イベントを思いがけず提供していただいてしまったぞという感じの今回のこの経験でございましたまあなんでねまあ残すにしてもどんな感じになるかまだよくわかんないですけどまあとりあえず今回オンラインサバとサバートニックに 参加できて本当にあの時の判断お前間違ってなかったぞと自分を褒めてやりたい気分でいっぱいでございますそんな感じでもしこれがねどうでしょうね、まあ、国内の反応とかあれば拝見をしていきますけどあとは海外の反応ねもしどっかで拾われてたりして反応とかコメントとかね多少でもあればどっかでお話し,しようかなという感じでもありますけどまだまあこの 今後のねどうなっていくかに関しては全く分かりませんがその辺のところも一応アンテナは張っておこうと思いますしあとはじゃあしんちゃんのね今回のイベントもありましたけど今後イベントないし何か動きがあればその時にまた何かお話することあるかもしれませんがまあそれはまたその時までのお楽しみという感じで今回はここまで本当にたっぷり最高にこの夏の暑さにも負けないぐらいのさまじい熱気のイベントを 体験させていただきまスタッフの皆さんも演者の皆さんも本当に今回これを実現されて大変でしたでしょうけど見事にそれが完成形となって我々に届けられて本当にありがとうございましたという感謝の気持ちでいっぱいでございます。というところですかね今回のこのイベントに関してはそんな感じで「ジャシンちゃんドロップキック」 オンラインナッツフェスサバートニック拝見していきましたお付き合いいただいた皆さんありがとうございました参加された皆さんお疲れ様でした本当に楽しい会になって最高でございましたねという感じでございます皆さん本当にありがとうございましたそれではまた次回新しいシリーズでお会いしたいと思いますそれではまた